スリープフリークス講師の大鶴です。はい、今回はキューベースで様々な編集を行っていく際の基本的な操作についてお話をしてまいります。キューベースで編集を行っていくには、この上のツール類、こちらを切り替えながら進めていくこととなります。まずはこの矢印ツールを使った編集からやってみましょう。矢印ツールを使うと、このようにクリックでイベントを選択することができます。選択したイベントをコピーして別の場所に貼り付けるということが DTM では本当に頻繁に使う基本的な動作になってきますけれども、やり方は他のいろんなソフトと同じで、上メニュー編集からコピーを選択していただくか、あるいはショートカットで Mac でしたらコマンドプラス C、 Windows でしたらコントロールプラス C、 こちらの同時押しで行っていくことができます。実際にコピーを押しただけでは何も起こりませんが、ここからトラックとあとルーラーで場所を指定をして、今度貼り付け、編集からでしたら貼り付けですね、あるいはショートカットでしたら Mac だとコマンド V、 Windows でしたらコントロール V、 押すことによってこのようにコピーを完了させることができます。この矢印ツールでは選択だけではなくて、クリックしたままドラッグで動かすと、このイベントを移応させることもできます。これの応用技で、移動させながらコピーをするという方法があるんですけれども、ショートカットで Mac でしたらオプション、Windows でしたら Alt キーを押しながら移動をすると、このようにカーソルのところにプラスマークが出てきます。この状態で好きなところに持っていって離す、ドロップですね、すると、これでコピーを完了するということもできます。もう一つ便利なコピーの方法についてお話をしておきましょう。隣にコピーという方法ですけれども、ショートカットで Mac でしたらコマンドプラス D、 Windows でしたらコントロールプラス D、 ABCD の D ですね、こちらを押すことで、選択しているイベントのすぐ隣にコピーをすることができます。これらのコマンドはすべて複数のイベントに対して行うことができますので、このように四角で囲んでドラッグ&ドロップしたり、あるいはコマンド D で隣にコピーをしたりといったこともできますね。繰り返す場合なんかは非常に便利だと思います。このようにコピーしてイベントが増えてくると、個別編集ではなくて一気に編集をしたいという場合が出てきます。例えばこうやってエディターに入るにしても、1小節単位ではなくて全体で見ていきたいなんていう場合ですね、その際はひとまとめにしたいイベントを選択しておいて、ノリツール、こちらを使っていきます。ノリツールに切り替えてクリックをすると、はい、このように一つのイベントに結合されました。逆に分割をしていきたい場合は、その隣、ハサミマークのツールを使っていきます。ハサミツールで切りたい場所に合わせてクリック、これで今イベントが分かれていってますね。この機能はオーディオを繰り返したい場合なんかに便利で、例えばここでハサミで切って矢印に切り替えて、オルトドラッグアンドロップで繰り返すと、これでもともと4小節だったものを8小節のリフにすることができました。ただこの方法だとオーディオを若干無理やり繰り返しましたので、このつなぎの部分が不自然になっている可能性があります。これを解消するのに、クロスフェードという方法を取っていきます。クロスフェードを行うには、まずツールを範囲選択、こちらに切り替えてクロスフェードかけたい部分を選択します。そしてキーボードの X ボタン、こちらを押すことによって、このようにバツ印になりましたね。これは重なっている部分が、前のテイクがだんだん消えていって、後ろのテイクがだんだん上がっていくと、はい、このような形で自然につなぐこと、これをクロスフェードと呼びます。クロスフェードを行ったら、矢印ツールに切り替えて自然になるように、このように範囲を細かく調整してあげてください。できたら確認で聞いてみましょう。フェードについては、クロスフェードだけではなくて、もちろんフェードインやフェードアウトを入れていくこともできます。例えばこの最後の部分にフェードアウトを入れていきたいといった場合は、イベントの右上のこの三角の部分、こちらでクリックしたまんまトラックですね、左に引っ張るとこのようにフェードアウトが出てきます。好きなところで離すと。ただもしもこのイベント自体がそもそも長すぎるといった場合は、変えることができます。その際は右下のこの四角ですね、ここでクリックしたままドラッグ、そうするとこのようにイベントをトリミングすることができます。トリミングしながらフェードの長さも調整をしてみたりとか、やっていくといいでしょうね。このトリミングについては、グリッドの間隔、こちらで指定している今白になっているところですね、これに従って行われますので、もしグリッドに関係なく行いたいという場合は、先ほどのところのちょっと左にありますこのマークですね、スナップオンオフ、こちら今オンになってるんですけれども、クリックしてオフにします。そうするとこのようにグリッドに関係なく動かすことができます。これはトリミングだけではなく、移動など全てにこれ適用されますので注意してください。
グリッド通り正確に動かしたい場合はもう一度スナップをオンにします。はい、以上キューベースの様々な編集についてはこのあたりの基本から押さえていっていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。